いやお疲れ様、わだつでーす。麺とか疲れた。お疲れ様です、なるるさん。いや疲れたわ、マジで。おっさんにやらせるのきついよ、これ。楽しかった、スポーツ。お疲れ。楽しかったわ。はあ、汗めっちゃかいた。ゲリラ豪雨じゃないよ、全然。みんなお疲れ。デルジャンビン強えな。デルジャンビンクソうまかったね。普通にかっこよかったわ。やっぱサッカーうまいわ。遠距離からバンバン打ってた。ラドーが結局、動けてて。動けてた俺。いや、かっこよかったよね、テル。あ、なんか飲むんない。なんか溜まってんの。こちらいい。どれいいの？今、差し入れのドーナツ食ってる。あとね、シューマイさんがリア突してくれた、今。シューマイさん100人目です。シューマイさんありがとうございます。ついに、リア凸の旅、100人目のリア凸者、記念すべき。ありがとう。1万人の旅100人行きました。皆さんありがとうございます。おやだす。行ったね。これでも日数もだいぶずれてんだよな。もうわかんなくなっちゃったよ、俺。もうちょいだね。あと100回これをやったら、リア凸で1万人行くわ。知ってればって、昨日告知打ってるよ、俺。ツイッター見てれば。昨日告知打ってるよ。ツイッターチェックね。ツイッターチェック。お疲れ様です。お疲れ様です。うっす。山さん。ありがとうございました。今日はですね、はい、お酒じゃなくて、技術で、カメラの技術で。何ややねん、一体って話です。あの、チンスコいっぱい買ってきたんで、あ、キャスバンの皆さんで、ね、今度持ってきます。ありがとうございます。はい、今日出勤ですか？今日出勤です。あ、了解です。はい。行こうかな。皆さん、来てください。え、来ないんですか？うん、行こうかな。ライブ来てくださいよ。ね、皆さん、ちょっと来てください。うん。キャスバン待ってます。キャスバン行く？来てください。行く？うん。ツイッターあんまチェックしなかったんだ。チェックしてみんな。これからキャスバー行こうよ。キャスバーみんな来てよ。キャスバー行くわ。お土産持って、沖縄の。キャスバーっていうぐらいですから、本当、うん、本当にキャスの放送の技術までやるとは思う。今日ずっとカメラマンさん、ずっとカメラアングルと機材とか、山津さんが。捨て頃のオープニング作った話ってあれダメなんですか？オフレコなんですか？いや、全然いい。捨て頃のオープニング作ったのは山津さんらしいよ。あの、かっこいいやつ。あ、弁当太郎さんのこの前見たじゃん。CG とか。あ、ハートありがとうね、ゆかね。ありがとう。キャスバー行ったら、あ、来る？来るんだったらムームー家から取ってくるよ。パリスの分。いいよ。来る？今日。飲む？キャスバー行く人。行く？せっかくだから来れば？ねえ、解放も初めてでしょ？やんねえよ、バカとお前。殺す気かよ。来るんだったら持ってくるけど、アリス。来る？今日は。あ、じゃ、あの、でも、来ないとかめんどくさいから来てよ。うん、来い。みんな集まるから。おいで。解放。はい。キャスバー行く？キャスバー行く。歌舞伎町。行こう。うん。ドーナツおばさんやってきた。うん。あとね、5個残ってんだよ。あ、待ってね。あ、コウスケさんとかに。あ、子供にあげない、子供。あ、持ってるか。あげた。みんなおいでよ。キャスバー集合で、じゃあ。テロップに入れるか。うん。キャスバー集合ね。
歌舞伎町キャスバー集合。すげえ向こうの方まで走ってこい、お前。そんな元気謝ってんの。ドーナツまだあるよ。あ、知らなかったんだね、これさん。結構リスナーさん集まってるよ。結構リスナーさん集まってみんな見学してた。何人ぐらいだろう。トータル30人ぐらいいたよ。猫よ、今からキャスバー来れば、歌舞伎町。飲み会すっけど。飲もうよ、みんなで。え、なんだろう、指が腫れてる。え、なにこれ。指腫れてる、うん、なぜに。わかんない。手当たったっけ。なんだろう。こうやって出すんだぞ。捻挫かな。あ、北海道なんだ。うん。ユンケルもかな。あ、そうだったんだ。そういうことだ、そういうことか。みんなフォローありがとう。フォローありがとうね。ありがとう。1点だけ決めた。で、2回ブロックしたかな。2回ブロック、2点押さえて1点入れた。あとはほとんどテルが決めたね。全然大丈夫だよ、仲間いっぱいいるから。おお、花火ありがとう。ありがとうね、アリスゴール。ありがとう。おじさんじゃないけど、いいおじさんなんだよ。おかしい。おはようございます。深夜コマンです。ありがとう、ありがとう。テレジャンミンかっこよかったよね、すげえ。明日システムメンテナンス入るんだ。あ、ハートありがとうね。ありがとう。意外と活躍してた？そう？なんか全然決まらなかった。内藤くん、あ、こんにちは。よく放送見るの？うん。あ、見る？誰見るの？よく。これ。これこれ見んの？これこれ好き？これこれ好きなんだ。これこれ好きなんだって。うん。はい、ありがとう。はい、ありがとう、ありがとう。あ、気持ちいいこれ。あ、いいでしょ。キンキンに冷えてる。サンキュー。あれ？ハイサラ。いいある、シュートはね、1本止めて、1本か2本止めて、ゴールは1本決めた。あ、サンキュー、ありがとう。すごかったね、パスもうまいし、ドリブルもうまいし、やっぱやってた人は違うよね、うまい。解放ディスられてたん。誰に？え、解放ディスられてたの？解放ディスられてたん。え、嘘、誰に？放送見てなかったから分かんないけど、誰にディスられてたの？解放、あれでお茶持ってったり、冷たいタオルとか、ドーナツとか買ってきたり、すごい大活躍だったよね。ドーナツ配りおばさんやってた。ねえ。全然、嘘。何、うん、金梅さん来なかったね、結局来なかった。キャスバー面白いよ、放送ができるバーなの。あ、一回一緒に行こう、行こう、行こう、うん、行く、うん、え、私なんでディスられてたんだろう。わかんねえ、コート入っちゃったからじゃない。あ、多分そうだろうね。うん、知らないでコート入っちゃったから。そうそうそう、うん、うん、ごめんね、ルールとかしなくてさ、コート入っちゃってさ、人いないって言うから入っちゃった、ごめんね。うん、手伝おうとしたんだよね。うん、なんかサッカーできますって言って入っちゃったの。うん、4人禁制なのに入っちゃったの、なんか。あー、ありがとう、サクッとら。そう、ポケモン、アリスもポケモンだから俺の。ポケモン、うん、良い意味。そう、いい意味。俺のモンスターボール。お疲れっす、豊さん。
解放すごいね。ドリンク配ったりとか、こういう冷たいタオルとかみんなに配ったりとか、すごいマネージャーみたいだったよ。良きマネージャー。俺のね、企画は、ペットボトル、リスナーさんと合同企画で、ペットボトルを3000本集めて、それで船作って、みんなで船に乗るっていう企画をやろうと思ってるんで。面白そうでしょ、うん、やる一緒に。やる。オッケーオッケー。海か川でバーベキューしながらやろうと思ってます。楽しそう。ちょっとまだ企画中なんで、あの、日程が決まり次第、あの、告知をさせていただくんで、もしよかったら、ふわっちのフォローと、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あ、売名しに来たと勘違いされたんだ。いや、そんなことないよ、全然。もうそれ散々昨日言っといたから。うん。うん。来て来て、あ、サクッとら大阪だからね。そう、ブロンさんいらっしゃい。うん。お疲れ。え、サイン付きで、どれどれ見せて。テルにサイン付けてもらった。よかったじゃん。ミュールがね、テルチャンピンのステッカーもらっ、買ってもらって、サイン付きだって。あ、名刺？この名刺はないわ。この名刺配られたら、この会社とは取引したくないよね。うん、どう思う？この名刺。こういう名刺配るやついるんだよ。なんかネットワークビジネスとかやってると。あの、マルチとかにこういう名刺配るやついるん。はい。そう。ネズミこうやってるやつこういう名刺配るんだよ。うん。うだつの上がんない感じの。わかる？これ。誰だよって感じだよね。うん。おい、ミッチェルさんいらっしゃい。いや、楽しかったな。スポーツいいな。なんか、スポーツが好きになってる自分がいるんだけど。32歳で青春なんだけど。ステッカー持ってないんだ。そう名刺持ってんだ、アリス。アリスもじゃあ準備しな。アリス、もう家出てな。あれ家どこだっけ？近いのか。もう出てな。もう向かうから車で。すぐだよ。ドレさんとスパーリング配信は2週間後かな？ 2 週間後。でもスポーツ企画参加していきたいな、こういう。捨て頃からなんかスポーツにハマってんだよね。汗かくのが気持ちいい。お風呂入っておいで。うん、ここは、江戸川区のなんだっけ大島。東大島。平井とか、あの、緑さんが住んでるとこでしょ。ここは平井。江戸川区。ハーレーのパーカー。そうそうそう。でもね、ちょっとピンクが残ってるけど、目立たないよね。大丈夫だよね。大丈夫だと思う。こんばんは。いたよ。うん。アポンいらっしゃい。いや、楽しかっためっちゃ。あっち。お疲れっす、モンチッチ。ピン綺麗に取れたね。だからね、4回ハイターにつけた。4回でやっと落ちた。生地痛むの怖かったから、もう4回でやめといたね。ポンスケ大人気だね。頭痛いよ。大丈夫？お疲れ。みんなかっこよかった、かっこよかった。すげえよ。ヒーロー来たよ、ヒーロー。MVP。うまいね、やっぱ。超かっこよかった。な、ここからの紙シュートも。こっからね。全部この辺から。この辺から、ちょうどこのくらいの距離感から入れたんだよ。すごくない？この辺の距離、ちょうど。こっからバーンって向こうまで入れんの。すげえうまいよね。惚れるよね、あれは。スポーツできるやつはモテるわ、やっぱ。お疲れっすー。お疲れっすー。超かっこよかった、テル。何点決めた？わからん。これ、灰皿。うん。
やんねえって誰が来たんだよ、やんねえ。まずやっとけよ。やった。ねえ、やっぱ体絞れてるよね。俺もかなり、やっぱね、捨て頃で鍛えたから、俺の体もかなりいいよ。もうすごいよ、ほら。いいだろう？いいだろう？この、やばい。もちもちボディ。もちもち。ていうか、日焼け全然、すげえな。全然ちゃう。皮ずるむけじゃん。やばい。やば。何これ。皮ずるむけってやる。おぉ、いいだろう。オフパコボディだから、オフパコボディ。うん。あっつ。沖縄まだ明るいんだ。そうだよな、この時間だもんね。これからアククローズ。はい、ラスに。あ、ありがとう。あ、テルテルにテルに、うん。俺はもう冷えたから大丈夫。一個ずつ、ある、うん。ありがとうね。冷た。ありがとう。いいえ。いや、ぷよぷよじゃないでしょ。ナイスバディでしょ。何言ってんの。ナイスルッキングガイでしょ。どう考えても。この企画いいな。スポーツ楽しいな。スポーツ、うん、楽しかった。でもさ、この時間帯からのがさ、涼しくてさ、いいよね、多分ナイターもついとるしね。え、これ何時までやってんのここ。いや、分からん。夜いいんじゃない。夜のがいいよな、多分人も集まりやすいでしょ、うん、なんか夜行性じゃん、配信者。テルの企画じゃないのこの歌。これだって報道企画発案じゃないの。これ俺が最初に言って声かけて、やっちょが広めてくれた感じ。そうそう、テルとやっちょの企画だよこれ。配信者は任せてって言われて、参加者は任せてって言われたから任したいけど、うん、このさありさまねえ、他にアメリカ人とか絶対来たもんね。みんな5万7000円かかりました。どうぞ花火どうぞ。5万7000円かかったの。5万7000円。やば。え、そんなかかんのここ。4時間で5万7000円。やば。全部大足やぞ。光誘ってるけど光が取った気がするな。やば、5万7000円だって、うん、それこそあれじゃないのね。ありがとうございます。来てもらっただけで、うん、俺パソコン配信だから画質は綺麗よ、うん、ちょっとね、なんかあの企画はもっとしっかり 練った方がいいね。その7万点だったから最後。最後だって意味わかんない。 PK 対決が1点だったのに、次なんか10点になって、次50点になって、次100点になって、最後の試合7万点だよ、うん、意味がわかんないでしょ。撮影してたのはヤマトさんだね、キャスバーの人で。キャスバーにちょっと飲み行く、この後。もしよかったらキャスバー来て、うん、今度は渡す。まあそのグダグダな感じが面白いでしょ。グダグダな感じが配信っぽくてテレビっぽくないっていうか。山本さん、でもあの捨て頃のオープニング作ったのも山本さんなんだよ、あのかっこいいやつ、うん、距離感はね、ロングシュートテレが打ったのはこの距離感だいたい、この位置からゴール狙ってる。見てなかったかな。テルゴールサイドから狙ってるから、この辺、そこの白い線あたりから、そこに白い線あるでしょ、そっからゴール何本も入れてたの。やばくない？ゴールこんな小さいのに、すごいよね、天才でしょ。結構距離あるし、ゴール小さいんだよ、あのミニゴールってやつ、サッカーのなんか簡易ゴールみたいな、それくらいの大きさ。山本さんは機材のプロ。ウェイいらっしゃい。久しぶりじゃない？うん。うん。サクッとらゆっくりね。結構距離あるよね、みっちょね。でも、やっちょはやっぱ、面白いよ。キャリアがあるからね、やっちょは。
八丁のいいところはさ、みんな平等にさ、こう、誰が目立とうとかじゃなくて、みんな平等に話を振ったりとか、ね、配信、やっぱ、リスナーさん大事にするからいいじゃん。配信者も大事にするし。そこ俺、八丁の大好きなところ。過疎とか、有名とか関係なく、みんな配信者とリスナーさんすげえ大事にするから。ちょっと配信してくるわ。ありがとうございます。一人あのリスナーさん来るって言ってるんで。ぜひぜひ、はい。四五人ぐらい。はい。時間もあのサービス。あ、ありがとうございます。1台目は4、5、6、最後らへんで。あれさ。適当に置きたね。近いんで。近い。最後も近いよ。上がなって10秒ぐらいの出来事だけど、俺がトリプルして。ただいま。みんなでキャスバー行くわ。おやすみ。もしキャスバーリアトツする人いたらぜひ来てください。キャスバーで打ち上げしよう。リアトツ大歓迎なんで。何対なんで、11対9かな ?11 対9ぐらいだったと思う、確か。11対8か。うん、今からいや、もう、ボン来な。来れるときに来な。うん、来れるときに来た方がいいよ。もう、めんどくさいとかはね、もう、人生一番もったいないから。楽しいことをね、逃すよ。運気逃すよ。うん、来れるときに来な。なんか団体できたの。団体できて大集合してんだよ。俺のポケモンたちが。おいでボン。遅刻も運気正解だね。エボシン正解だわ。間違いねえわ。何時までやってんの？いや、朝まで飲める店だから、別に、今から飲んで、俺は夜帰るけど、早くおいで、早く。もう移動しちゃうから。1時間後とか集合で、まあ、2時間ぐらい飲むでしょ。得点表とかも欲しかったね、ちょっとね。楽しかった。サッカーやる？いいよ。おじさんでいい？うん、ちょっと。サッカーやってくるわ。おじさんサッカーやってくる。ちょっと待ってて。おじさん今行くから待ってて。うん、いいよ。誰だ？おいで蹴ってごらん。
おいで。いいよ。お、上手上手。パスパス。よし、来い。おいで、おおかけておかけで。頑張れ頑張れ、元気だね。シュートシュート。パスパスパスだ。シュート。これも風の子だね。シュート。はい。ドキドキする？おいで。よし。おいで。シュート。おお。おお、うまい。うまい、入った入った入った。そっから蹴ったから。いや、俺キーパーになる。キーパーやる？おいで。いや、ドリブル抜いてごらん。おお、すごい。おお、すごい。おじさんも入る。おじさんうまいよ。おじさん二人。おおじさん本気、おじさん本気だしたぞ。キーパーやる？2人で取ろう、2人で取ろう。よし。おお、すごいね。おお、すごいね。おじさんたち頑張っちゃってんね。おじさん本気出したぜよね。おおおお。キックキック。届けないぞ。キーパーがいい。カメラもちょっとだけ上にしよう、まあね、ほんの1ミリだけ。 OK。
シュート来いよ、シュート。シュート。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。またぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、あ、足切れた。足切れた。大丈夫です。大丈夫です。はい。あ、ナイス。お疲れお疲れっすー。ああI'm sorry.
はい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 、細田さん。あー暑い。そろそろキャスバー行こうか、みんな。キャスバー行こうか。じゃあみんなありがとう、パフェありがとうね、未来さん。細田さん来てる、細田さん。じゃあみんなお疲れ。あ、細田さん101人目のリアドッサカウントしていいっすか。101人目です、細田さん。101人目、シャープ101ね。ありがとう。イエーイ。細田さん100、ナンバー101人目です。じゃあみんなお疲れい。あとで。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。